Thank you。おろっしゃい、風です。はい、どうも皆さんこんにちは、風です。ただいま自分はカンボジアのシェムリアップにいるんですけども、今日のね動画ね、マーケットに行くんですけども、みんなねマーケットとか市場とか市場って聞いて、なんか意外とピンとしないんじゃないかなと思うんだけど、まあ、いわゆる市場っていうのはなんだっけ、まあ、いわゆるなんていうの、ローカルのショッピングモールみたいな感じなんですよ。そうだから、まあイオンみたいな感じで思ってくれればいいかなって思います。カンボジアってこういうパブとかビリヤードがついたとこめっちゃ多くて、あ、昨日ね、ごめん、めっちゃ関係ない話するんだけどさ、昨日さ、俺がいるホステルのみんなで夜クラブみたいなバーみたいなとこに行こうみたいななって、でみんな行ったんよね。で俺はちょっと夜編集してて、で俺眠くなっちゃって編集中だからクラブ行ったんよね。そしたらさ、もうめちゃくちゃ盛り上がってて、こっちでできた友達と踊ったり歌ったりしながら、その友達と一緒にビリヤードやったりとかね、すごい楽しかったよ。アメリカ人の友達と俺チームで、あとはカンボジアのニューハーフチーム2人、男4人と言うべきか男女4人と言うべきか分かんないですけど、でやったんですけどね、あっちめっちゃうまかった。まあ勝ったけどね。で俺夜3時ぐらいに帰ったんよ。でもそのまま寝て、次の日起きてさ、シャワー浴びようと思ってさ、上の服脱いだらさ、背中にこんぐらいでっけえキスマークがついた。うん、どういうこと。あ、てか、まあそういうところ、てかそこを動画にしたいな、できないかな。さすがにクラブに GoPro 持ってワイワイはちょっとできないよね。だからちょっとなるべく誰かカメラマンとかいるとき、あ、タイツさんだ、カメラマンがいるときとかに作りたいなと思うんで、エグジットジャックのタイツさん、今すぐカンボジア来てください。まあそんなことはどうでもよくて、そんな感じで市場に行きたいと思います。どんな感じやね。あ、市場行くんだけど、あっち川沿いらしいから、ちょっと川沿い通っていい。はい、ということで川に着きました。うっ、草。いや、これ川じゃねえわ、川だけど川じゃねえわ、見てこれ、うっ、草。見てこれ、いくよ、うっ、やべ。はい、これがこちらです、どうぞ。わかるかな、これもう全部もう茶色、茶色ですね、茶色と緑、一番臭そうな色ですね。はい、ちょっとこう川から早く脱出したいと思います。今のですね、川はですね、シェムリアップ川と言って、とか言うか分かんないんだけど、シェムリアップ川と言います。でもこの周りとかはすごいチル、めちゃくちゃ気持ちいいね。こうやって屋台とかあって、これもう少し夜になったらすごいバンバン人いるんじゃん。ほら、あっちも、あっちももう人いるし、めちゃくちゃすごいなと思うのはさ、こういう屋台あるやん、これを引っ張ってんの見て。バイクなんだよ、バイクとかでこれ引っ張ってんの、すごくない。わかわか、シャラリーナシャラリーナ。ということでですね、オールドマーケットすぐ近くまで来た。今日はですね、さっき言った通り市場に行くんですよ、ローカルのショッピングモールね。で俺過去に何度かローカルのショッピングモール別の国とかでみんなにね見せてきたことあると思うんやけど、比較的安い金額でいろんなものが売ってんので、今日行くのはオールドマーケットっていうところなんだけど、シェムリアップで一番有名なマーケットだよっていうのをね聞いたんで来たんですけど、こういうマーケットね、本当にいいやつは安く、欲しいやつとかも発見できるし、探せばね、で比較的安いしめちゃくちゃいいんだけど、こういうとこってこれ誰が買うんちゅうものが売ってるんすよ。これマジいらんくないみたいなものがめちゃくちゃ売ってたりするんすよ。多分ねこういうマーケット来たことある人は分かると思うんすけど、ということで今日はそれを企画にしちゃいたいと思います。ということで本日の企画、海外の市場いらないものランキングベスト3決めてみた。はい、ということですね、もしね海外いる人はこれは買わなくていいんだよっていうのを皆さんに伝えたらなと思います。ということで、オールドマーケットがこちら。それでは入ってみよう。はい、ということで入ってきました、オールドマーケット。あれ、なんかちょっと閉まってる、あれめちゃくちゃ閉まってる、やってるわやってるわ。あ、こんな感じです。
オールドマーケット、結構ね普通に欲しいもんとかね売ってる時あるんですよ。例えばほらこうやってバスケのシャツとか、こういうの男の子好きやで。俺も今着てるけど、こういうのがめちゃくちゃ安く売ってたりするんですよ。しかも洋服とか、そう欲しいでしょ。もうこういうのとかね欲しいでしょ。マジでいらないとかねないんすよ。こういう中で本当にいらないものは何かっていうお話だから、別にこの市場が全部いらないものしかないよっていうわけじゃなくて、この中でたまにいらないものとかがあるよねっていうお話ね。だからそれが何なのかっていうのを決めちゃおうよっていう勝手にやってる企画ね。例えばさ、これいるか、これこの謎のパズル、これはまあいるかいらないかって言われたら俺はいらないけど、ちっちゃい子がいる子はいるか。じゃあいるな、あれも。これがね、いっぱいあるんよ、ほら、ここどかにも。あれはギリ、いるか。いるよな、あれはな。子供の、あれもな、脳のためだからね、いるよね。こことかめっちゃ素晴らしいやん、見て。ほら、なんか日本の畳みたいなやつ。めっちゃ綺麗じゃない？この辺とかも、これはいらんよな。これは何なん、まずこれだけは何かもわからんよね。なんか弓みたいなやつやね。弓やね。弓だけど矢はないね。あれはいらんな、あれは絶対にいらんな。さあ、結構音リアル。あれは音リアルだけど、あれはマジでいらん。あれなんでいらないかって言ったらね、俺の母ちゃんカエルマジ嫌いやから、あれはいらないな。弓とカエル、てか待って、あの弓は絶対いらんと思うんだよね。しかも弓って矢ないし、あれはいらんのよ。不思議だよ、おもろいよね、そういう考えるとね。これはいらんよな。さすがにこの生首はいる。これはいらんよな。あれはいらんよな。待って、いる場合を今ねすごく考えながら今ね回ってるの。いる場合は何かっていうのをよく考えてんだけど、あれはいらんよな。あ、でも宗教やからね、宗教に属してる方は、いや、いらんよな、あれはな。でも俺よりでかかったで、顔。結構今回ね審査強めで言ってるからね、厳しめで言ってるんやけど、ちょっとでもね緩くしちゃうとね、あのほぼいらなくなっちゃうよね。ちょっとでも緩くするとさ、例えばゾウの T シャツいらないよね、これ。そうだから、ちょっと緩くするとだから全部紹介しちゃいそうだから、めっちゃ厳しめで言ってます。はい、逆にレベルを下げて、あのギリいるやつ紹介していくよ。ギリいるっていう段階いったら、これはマジでいらんよな。これはいらんけどな、これまず何なのって話だしな。でもギリいると言えば、これ何かわかる？これね、これ爪切りなんだけど、爪切り6個セット。ギリいるよな、さすがに。ギリいるべ。爪切り6個あったら、だって大体さ、家族の誰かが爪切り使って置きっぱなしにしちゃうやん、大体。でその時に所定の場所に爪切りがあと5個もあれば困らないやん。だからあれギリいるんだよ、ああいうのは。このサイズだったらな、このサイズだったらどう？ギリいる？これはギリいる？これこういうのとか、キラキラのネックレスとかさ、アクセサリー系。ほら、奥のちょっとごめんね、チカチカしてるかもしれないけど、奥の黄色のネックレスとか、ああいうのは大学1年生の時とかに金色のネックレス欲しいけど、日本じゃちょっと高いから、あそこで買うとか、やっぱいるんだよね、ああいうのは。やっぱいる。こういう国旗はアラブの国旗、やっぱいらんよな。あ、でもね、こういう、ちょっと見て、こういうね、ポーチとかは何個あっても
いいですか。こういうのはマジでいると思う。ポーチとかね、何にでも使えるからね。これとかもあれよ、これもいるよね。なんか人形遊びの時とかにね、風呂の上でこうやって置いてね、ちょっと何言ってるか分かんないけど、だから結構いるもんもありますよ、そのハードルを下げたらね。だからね、こういう市場とかはいるもんもたくさんあります。本当にあるんですけど、今日はいらないものを探すっていう、これ誰が買うのっていうのを探す企画やから、ちょっともうちょっとじゃあ探してみるね。俺みんなビール飲んでました、働きながら。いいですね。ちょごめんね、俺の中で今ハードルを下げて探したじゃん、いるもののこれはギリいるみたいな。そしたらね、全部必要に見えてきた、もはや全部必要に見えてきた。どうしよう。だってもうこの辺にあるさ、これサンダルとかさ、いるでしょ。バッグとかも、ノースフェイスとか、これ日本じゃが破格の値段で売ってるからね。だから全部いるよ。他にもね、ここにはね、そういう本物の場所で作られてないブランド品とかね、たくさんあってすごいし、こういうね、日本だったらいくらもするものとかもね、すごい安く売ってるんですよ。ほらシルクとかもたくさん売ってるしね。これとかもさ、夏を感じる風物詩のチリンチリンっていうやつですよ。全部いるわね。なんかもうトップ3とか分かんなくなってきちゃったから、一回エンディング行こうか。はい、お疲れ様でーす。はい、ということでですね、こうやってたくさんいろんなものが売ってる市場に本日来ました。でね、今回ね、いらないものトップ3みたいな感じでみんなに伝えようかなと思ったけど、やっぱね、改めて来てみたっすけど、やっぱいるもんばっかやね。これ全員が全員いるものばっかって言ったら違うかもしれんけど、例えばお子さんいる人はこの必要だし、20代にはこれがいいし、40代のお母さんにはこれがいいなみたいな、そういうものがねたくさん売ってます。だからどの世代でもね楽しめるのがやっぱ海外の市場なのかなって思うんですけども、結構ね海外の市場って観光客にも、そしてローカルの人にも人気があって、その辺にも海外のね観光客もねたくさんいて、中にはねいろいろ買ってる人もいらっしゃいました。東南アジアとか、もうヨーロッパの方もそうだけど、東南アジアとかにはねこういう市場がねたくさんあります。だからみんなここカンボジア、またはフィリピンとかタイとかね、ベトナムにもあったし、だからそういう風に東南アジア旅行行った時は、まあ一日ちょっと市場午前中ぶらついてみるとか、よくねナイトマーケットっつって夜まで開いてる有名なマーケット、このアジアにはねたくさんあるんで、昼間遊んで、夜ご飯食べ終わった後にね、まあ、この辺回ってもらって、日本へのお土産とかね安いし、うってつけなのじゃないかなと思います。ぜひそういう夜の楽しみ方してみてください。ということでですね、本日は海外の市場いらないものベスト1、こちらを発表する企画になりました。皆さんこれまでね、こうやって今よ俺のね背景でいろんなものが今売られております。こういうやつがね、俺の母ちゃんこういうの好きなんやけど、皆さんはね、今回カズエライフの動画こうやって背景とかいろいろ見てみて、欲しいもの見つけられたでしょうか。ということで、こんなにもたくさん、どの世代のね人でもね何かしら欲しいものがある海外のナイトマーケット、来てみたんですけど、本日こちらのカンボジアオールドマーケットにて絶対にいらないものランキング第1位は、圧倒的に弓矢ね。こっちで出会ったね、みんなが。俺明日チェックアウトなんだけど、一緒に楽しもうぜ、カメラ持ってこいよって言うから。 Hello guys。 顔殴られたらしい。